こんにちは。シュタインバッハ大学の石川です。アメリカ、英国、オーストラリアの3カ国の首脳が9月15日にオンライン共同会見をして、オー c a s という軍事同盟の新たな枠組みが明らかになりました。オー c a s とは、AUKUS、すなわち文字通りの A オーストラリア、UK 英国、US アメリカの軍事パートナーシップの新たな枠組みです。 この進化した軍事パートナーシップによってオーストラリアは米国英国フランス中国インドロシアに続いて原子力潜水艦を製造できる7番目の国となることが世界に衝撃を与えました米国がオーストラリアに原子力潜水艦の製造技術を供与する理由は中国に対抗するためであるとマスコミでは報道されていますが それではなぜ米国はそれをしなければならなかったのかこの点については報道されていません私はネイバルインシティチュート米国海軍協会の数年前の論文コンクールの優勝論文の内容にこの理由を見つけました今日はこのことについてお話ししますお気に召したらチャンネル登録をお願いいたします A オーストラリア UK 英国 US 米国の3カ国が新たな安全保障の枠組みとなるオーカスを発表しましたこの枠組みによってアメリカから技術的供養を受けるオーストラリアは初めて原子力潜水艦を製造できるようになるとともに人工知能 AI や量子技術やサイバーセキュリティなどでも協力関係が結ばれていく予定とされています オーストラリアは2万6,000キロ近い長大な海岸線を持ち海上防衛のために優れた潜水艦を欲していましたそこでオーストラリアは通常型潜水艦で世界一とされる日本に技術教養を求めましたが結果的に日本の技術教養を受けられませんでしたそこでオーストラリアはフランスに潜水艦を作ってもらうことにしていました ところがオーストラリアが求めた潜水艦のスペックは当初の日本の潜水艦の高度なレベルを目指したためにフランスが保有している技術の範囲をはそれだけ高い技術を保有していなかったため製造は遅れに遅れコストも当初予定していた費用よりもどんどんかさんでしまいました。 一向に進捗しないプロジェクトの遅延とコストの増大でフランスに不信感を抱いたオーストラリア政府の不満は増大していきましたフラストレーションが溜まっていたそのオーストラリア政府にアメリカ政府が声をかけましたかつて英国の植民地だった経験を持つアメリカは オーストラリア国王すなわち元首にエリザベス2世をいただくオーストラリアを動かすには英国を巻き込むしかないということをよく知っていましたこうして AUKUS オーカスの枠組みが動き出したのでしたこれはかつての太平洋での戦い第二次世界大戦の時と同じようにアメリカとオーストラリアと英国が手を結んで 太平洋での軍事的優位を築こうというあの時と同じ動きでもありましたかつての太平洋での戦いの相手は旧大日本帝国でしたそして今回の仮想敵は中国ですしかしなぜアメリカは原子力潜水艦の技術をオーストラリアに供与しなければならなかったのでしょうか 私はこの理由を数年前の米国海軍協会の論文コンクールの潜水艦部門の優勝論文の中に見出しました。米国海軍協会 US Naval Institute は、米国メリーランド州アナポリスにある非営利の国防研究所です。今から150年ほど前に設立され、米国の安全保障について、主に海軍分野について研究し、 米国国政政府への国防政策の防策提言を行っていますネイバルインスティチュートの2018年キャップストーン論文コンクールの潜水艦部門で米国海軍のエンサインズ・マイケル・ウォーカーとオースティン・クルスの論文が優勝しました以下ウォーカー・クルス論文の要約です 従来のディーゼルエンジンで発電する通常動力潜水艦に対して原子力潜水艦の性能上の利点は素晴らしいものですしかしながら調達及び国家財政の持続可能性は原子力への完全な依存に対する課題を生み出しました一方沿岸紛争への重点移行や非大気依存推進 すなわち AIP 潜水艦のステルス性能の劇的な向上など戦略的及び技術的変化が急速に進んだことにより原子力潜水艦の通常動力型潜水艦への優位性が損なわれてきていますしたがってアメリカ海軍は現在の潜水艦部隊を静かで安くて高性能なディーゼル電気潜水艦で 増強することを検討するべきです船を原子力発電にする理由は2つありますそれはミッションとコストです米国は太平洋と大西洋のどちら側にも海があるので強い潜水艦隊を持つことは沿岸防衛だけでなく外洋を制覇することによって主要なシーレーン防衛が可能になります 原子力発電の攻撃型潜水艦は正解権を確立して空母打撃群や弾道ミサイル潜水艦を防衛し敵の軍艦のアクセスを拒否しますこの意味で潜水艦部隊は外洋で活躍する部隊であり世界中で活動しています原子力発電は潜水艦がこの要件を満たすことを可能にし原子炉は四半世紀25年間の寿命があり 燃料を補給する必要がありませんつまり米国の原子力潜水艦にとって制限となるのは食料などの消耗品のみであることを意味します潜水艦で最も重要なのはどこにいるかわからないというスステルス性です潜水艦はシュノーケリングの際に最も脆弱となりますディーゼル発電の潜水艦は頻繁にシュノーケリングで空気を海上から吸い込み ディーゼル発電機を回してバッテリーを充電し排気を海上に吐き出さなければなりません。マストの細い管は壊れやすいためシュノーケリングをするときは速度を落とさなければなりません。しかしながら原子力推進力は空気から独立しているため原子力潜水艦はシュノーケリングをする必要がありません。ですから海上にシュノーケルを出す必要がない源泉はステルス性に優れているのです。 それでもいくつかの理由で原子力発電潜水艦の優位性は失われつつあります。アメリカの海軍兵学校では将来の潜水艦乗りの士官たちに原子力潜水艦は結果的には安いと教えられていますが、それは国家財政から見た場合には事実ではありません。現在ロシアと中国には多数の潜水艦が建造投入されており、 米国国はロシアと中国に追いつく必要がありますしかしながら米国の産業基盤はバージニア級の攻撃型原子力潜水艦を1年にたった2隻建造することで限界に達してしまっています。現在この建造を年に3隻まで増加させるべきだと言われていますがそれでも ロサンゼルス級原船が収益を終了するにつれアメリカ海軍は2025年から2041年にかけて攻撃型原子力潜水艦が足りなくなると予測されています一方中華人民共和国は世界最大の潜水艦工場を建設中ですそれは一度に4隻の潜水艦を建造することができる巨大な工場です またロシアは過去10年間に13隻の潜水艦を建造しました強力な潜水艦部隊の必要性が高まっていますアメリカ海軍は現在の艦隊を維持しながら他国の軍閣に対抗しなければならないのですアメリカが少数の原子力潜水艦に多額の投資をつぎ込むとアメリカは戦争に巻き込まれた時のリスクが高まります 原子力潜水艦は予想される長い寿命全体にわたって活躍できるのであれば間違いなく良い投資です。しかし戦争が勃発してその虎ノ子の高額な原子力潜水艦が失われてしまった場合にはアメリカ海軍は経済的にも産業的にも敵と歩調を合わせることができなくなってしまいます。この状況を解決するために ディーゼル発電の通常型潜水艦は解決策を提供しますバージニア級の原子力潜水艦たった1隻の価格でドイツの212型通常動力潜水艦を6隻から7隻も購入することができるのです原子力潜水艦は戦術優位を維持し遠洋航海の作戦を実行することができますが ディーゼル発電潜水艦の技術は源泉に急速に追いついてきています。今日のディーゼル潜水艦は過去の古い時代のものとは全くの別物に進化しています。現在の通常型潜水艦は高度なバッテリーを備えた新世代のディーゼルエンジンではるかに静かに動きます。非大気依存推進。 AIP テクノロジーは原子力潜水艦の数分の1の低コストでしかも新世代の潜水艦のステルス性能を大幅に向上させましたバッテリーで動いているとき AIP を装備した通常型潜水艦はほとんど静かでシャフトベアリングプロペラおよび船体の周りの水流からのみノイズが発生するだけですそれに比べて原子力潜水艦は 原子炉の安全な運転を維持するために大型の減速機と堅牢な冷却システムを必要としますノイズの多いポンプは常に原子炉の炉心の周りに冷却水を循環させ、温まった冷却水をポンプで海に排出して、原子力潜水艦の鉱石に極めて大きな赤外線熱の痕跡を残してしまいます。さらに バッテリー技術の改善によって非大気依存推進 AIP ディーゼル潜水艦の能力が格段に向上しています電気触媒燃料電池とリチウムイオン電池の高エネルギーによって AIP 通常型潜水艦は静かに先行して浮上せずに数週間も海底にとどまることができますドイツの212型潜水艦はシュノーケリングをせずに 最大3週間も海中にとどまり、2700キロ以上も移動できます。さらに、過去20年間でディーゼルエンジンの効率は大幅に向上しました。これは AIP 潜水艦に適用されて、航続距離と耐久性をさらに向上させることができたのです。現在の AIP 通常動力潜水艦の能力には目を見張るものがあります。2005年には、 スウェーデンの AIP 潜水艦 HMS ゴートランドは合同演習でアメリカの高速攻撃型原子力潜水艦や駆逐艦やフリーゲート艦や巡洋艦さらには空母ロナルド・レーガンをも訓練とはいえ撃沈する成績を収めました原子力潜水艦は原子量を冷却する必要があるため深く冷たい水の概要での運用が向いています 南シナ海などの沿岸の浅い海ではディーゼル潜水艦の方が使い勝手が良いのです沖縄、シンガポール、スービック湾、グアムに海軍基地があるため航続距離と耐久性の問題もほとんどありません第一列島船内の海戦に原子力潜水艦を投入するのは資産の浪費なのです 世界最初の原子力潜水艦のノーチラスが1954年に就役して以来原子力潜水艦はアメリカ海軍で最も効果的なプラットフォームの一つであることが証明されていますがこれはアメリカ海軍が多数の任務を遂行するためにたった一つのプラットフォームである源泉に縛られる必要があるという意味ではありませんディーゼル潜水艦は 原子力発電の潜水艦を補完することができる非常に有能なプラットフォームですディーゼル潜水艦はより安くより低いリスクでより早く生産することができるためアメリカは必要とされている時期に必要な艦隊を迅速に構築することができますアメリカは潜水艦戦略を再評価して原子力潜水艦と通常型潜水艦を組み合わせて採用し アメリカ海軍により多くの潜水艦をより少ない資金で幅広く提供する必要があるのです以上がウォーカー・クルス論文の要約ですまとめを言えば原子力潜水艦のコストは通常型潜水艦の6、7倍もの費用がかかりアメリカの国家財政を圧迫しています 現在のアメリカでは年に2隻の原子力潜水艦を作る能力しかないのに対して中華人民共和国は一度に4隻も作れる潜水艦工場を建設中です。ロシアも原子力潜水艦を増強中です。これに対してアメリカは潜水艦艦隊の増強を迫られているものの原子力潜水艦を増やすよりも通常動力型潜水艦を建造した方が低コストで しかも迅速に建造することができます。それに今の通常型 AIP 潜水艦は原子力潜水艦よりもステルス性で優れていて東シナ海や南シナ海での運用に向いています。だからアメリカは原船以上に通常型 AIP 潜水艦をたくさん収益させるべきだとウォーカーとクルスは論じているわけです。つまりオーストラリアに原子力潜水艦を作ってもらって アメリカに足りない原子力潜水艦の数を補ってもらおうそうすればアメリカの財政も助かるし儲けも売ることができるというわけです3年前にネイバルインスティチュートで優秀論文となったこの論文はアメリカ政府に提言されてアメリカ政府はこの方針を受け入れて国防政策と県間計画にも反映されてきたと私は見ています今日はこの辺にします チャンネル登録をしていただけますれば最新作のご通知がさりげなく送られます。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた。